は、国語教育の要ですね。例えば4枚の絵、4枚は無理ですね。例えば初めは簡単な絵で、例えば山とリンゴと絵を見せるわけです。山の絵とリンゴの絵を見せて、この2枚のカードを使ってお話を、作ってくださいというふうな指導を最後にはするんですけども、そこまでいろんなステップがありますので、それはビデオの方に収録していきたいなと思ってます。で、その例えば山の絵とリンゴの絵を見せて、そしてこの2枚の絵を使って話をしてくださいというような指導をします。ですから山の上にリンゴがありましたとか、山の上でリンゴを食べましたとか、そういうふうに話ができればいいですね。それが3枚になり4枚になっていく。4枚になるとかなり難しいですね。年長児でもかなりていうかスラスラスラと言えるようなお子さんは、10人のうち2人か3人っていうふうぐらいになってきますね。で、そこで大切なのはやはりお母さんの言葉教育なんです。子供の国語力を決めるのは母親の言葉能力であるということ、これはもう本当に念を押しておきたいと思います。日頃のお母さんの会話のね、中身、内容、話し方、接し方によって子供の国語能力が決まるということです。それで、あとは教室の中ではいろんな質問しながら、あるいは話をした後いろいろ質問して子供に話させると。で、年中時ぐらいですと、例えばうさぎさんはどこ行きましたかって聞きますと、山とかって言いますね。山って。で、年中時になりますとそれじゃいけませんから、山へ行きましたというように一つの文になるように指導していくというのは一つのコツですね。この年中から年長期にかけての国語力の形成というものが、その後の子供の、ね、国語力に大きな影響を与えるということです。